この動画では武田塾の英語の勉強法、英語の成績の上げ方を徹底解説していきたいと思います。英語、受験で一番大事な科目じゃないですか。その英語どういう風にして成績上げていくのか。武田塾では今まで数多くの生徒を逆転合格させてきました。もちろん英語の成績もめちゃくちゃ今まで上げてきました。その経験をもとに話していきたいなと思いますので、ちょっと長い動画にはなるんですが、ぜひこの動画最後まで見て自分の勉強に取り入れてもらって成績を伸ばしていってほしいなと思います。それでは早速話していきたいと思います。まず一つ目は英語の勉強の全体像について話していきたいと思います。英語の成績を伸ばす鍵はズバリ勉強の順番です。正しい順番で勉強することで成績が上がるので、まずはそこを押さえておいてください。学校や塾予備校の英語の勉強っていうのは全て同時並行で進みます。皆さんが通ってる高校はどうでしょう。英語の長文の授業と英文法の勉強、2つ英語の授業があって、それが同時に進んでいくっていう感覚はないでしょうか。もしくはね、浪人生とかで予備校に通ってる人だったら英文法の授業と英作文の授業と英語のリーディングの授業と共通テスト対策の授業とリスニングの授業と英作文の授業とか全部同時並行で進んでるみたいな、そういうスタイルが結構多いんじゃないかなと思います。ズバリ同時並行では英語の成績は伸びません。だから武田塾は英語の勉強のポイントは基礎から順番に仕上げていくことだと考えました。まずは英語の土台って何かっていうと英単語や英文法です。英単語や英文法といった基礎をまずは徹底的に固めていきましょう。英単語頑張って覚えました。英文法も習得しました。そしたら次はいきなり長文に入るんじゃなくて短い文なら訳せるよっていう状態を作りましょう。それを英文解釈の勉強と呼びます。長い長文も紐解いていけば一文一文が組み合わさったものになります。この一文が正確に訳せるようになれば長い長文だってゆっくりなら読めるはずです。なのでまずここで英文解釈の勉強して一文を正確に訳せるようになりましょう。その後英語長文の勉強に入っていきます。英語長文もいきなり難しい長文から読むのではなくて、まずは教科書レベルの優しい長文から順番に仕上げていき、徐々にレベルを上げていき、最終的に皆さんが目指している志望大学の過去問にチャレンジしてほしいなと思ってます。このように学校や塾予備校は英語を同時並行で勉強するところを、武田塾は単語文法、英文解釈の勉強、英語長文っていう風に徐々に基礎から積み上げていくように勉強していく。だから効率的に成績を伸ばすことができるんです。英語の勉強は繰り返し言います、順番が大事です。正しい順番で英語の成績を伸ばしていきましょう。次のテーマです。英単語の覚え方について話していきたいと思います。皆さんどうでしょう。今英語の成績がそんなに良くないって人は、模試とかでも英語の長文読むと分からない単語って結構ありませんか。当然分からない単語があったら英語の長文が虫食い状態になってしまいますよね。そうすると当然英語は読めないです。でも今から頑張って英単語をしっかり覚えて、英単語マスターした状態で模試を受けて、長文に出てくる単語が全部分かるっていう状態になったら、皆さんどうでしょう。なんとなく今よりも英語の長文読めるようになりそうだと思いませんか。そうなんです。英語の勉強において単語が一番重要です。英単語を覚えてない状態から英単語を完璧に覚えて長文に出てくる単語が分かるって状態になったら、人によってはなんですが、それだけでもかなり英語の長文が読めるようになります。武田塾は英単語を効率的に覚えていくっていうことに力を入れてます。システム英単語っていう有名な単語帳があるんですけど、このシステム英単語を使って英単語を100個覚える時の方法やポイントを話していきますね。まず武田塾ではその100個の中から自分の知らない単語を洗い出します。まずは訳を隠して訳を言えるかどうかをテストしていきましょう。学校の小テストとかだとスペル書かされたりする学校ももしかしたらあるかもしれません。でも武田塾では長文を読めるのがゴールだっていうふうに考えているので、スペルは書けなくて大丈夫ですよと。まず訳が一語一訳でいいので言えるかどうかをチェックしていってください。この時2秒以内に言えなかった単語はできなかったものとして扱ってください。でこうやって順番にチェックをしてきます。で2秒以内に言えなかったらアウト、そういうルールで100個中まず自分が覚えてる単語は何個で、覚えてない単語は何個かなっていうのを調べることから始めてください。例えば30個覚えてたけど70個覚えてなかったとしましょう。この70個を覚えるぞって言えるんですけど、皆さんどうですか。いきなり英単語今から70個覚えようって言われたらちょっとってなっちゃう子が多いんじゃないかなと思うんですよね。そこで武田塾は考えました。一気に70個覚えられないなら10個ずつの塊に分けようっていうふうに考えました。例えば今皆さんが英単語10個覚えて、スペル書けなくていいよ、訳だけでいいから10個覚えてって言われたらどのぐらいで覚えられそうですか。意外と皆さん5分ぐらい時間あれば覚えられるんじゃないかなと思うんですよね。これ武田塾の過去何万人っていう生徒にやってもらって、大体みんな5分ぐらいあれば英単語10個の訳を言うことはできます。その10個の覚え方は何でもいいです。声に出すでもいいし、繰り返しテストするでもいいし、
し、紙に書きまくるでもいいし、語呂を作るとかでもいいです。ただ一番早い子はテストしまくるとか声に出すっていう人が多いかなと思います。5分ぐらい経って覚えられたなと思ったら訳を隠してもう一度テストをしてください。10個全部言えたらクリア。10個中もしね2個間違えちゃったとかだったら、その2個をもう一回声に出して覚えたり繰り返しテストしたりして、10個とも全部言えたって状態になったらこの10個はクリアです。こういう風に覚えなきゃいけない単語が70個あるよね。でも一気に70個は無理だから10個の塊に分けよう。そうすると7セット分できます。じゃあこの10個を覚えたら次の10個、10個覚えたら次の10個っていう風に順番に進めていってください。でいきなり70個全部覚えるよりも途中で復習テストを挟んでください。70個の塊を半分に分けるとしたら40個と30個に分けます。10個覚えて40番まで来たら前半の復習をしてください。もう一度1番から40番まで訳を隠して順番にテストをしていってください。で間違えたものは印をつけて、今度その印のついたものだけを声に出したり紙に書いたり、もう一度同じように覚えていきます。前半の40個が完璧だとテストしても全部覚えられたってなったら、次後半の30個の方10個ずつ10個ずつ10個ずつで、また後半の30個復習テスト、最後は1番から70番まで全体でテストする。間違えたものが全部覚えられるようになったら、最初正解した30個と合わせて英単語100個覚えられたよねっていう話になります。だいたい武田塾生はここまで1時間でやります。いくら覚えるのが苦手で時間がかかる子でも90分あれば覚えられます。例えばさっき5分で10個覚えられるって話したじゃないですか。じゃあ70個だと5分×7セットで35分、復習に倍かかったとしても70分あれば今の計算だと覚えられます。だいたいこれが武田塾の平均タイムです。まだね英単語覚えられてない人いたらこういうやり方を試してみてください。特にポイントとなることを話しておくと、10個ずつに小分けにするっていうのがポイントでしたね。一気に全部覚えるのは無理だから10個ずつなら完璧にできるよねっていうのがこの覚え方のポイントになります。もう一つは覚えられてなかったものをほったらかしにしない、全部できるまでやるっていうのがポイントでした。例えば10個テストして2個間違えた、じゃあこの2個また今度でいいかなってみんななっちゃうんですよ。でもその場ではできるまでやる、単語だったら訳を覚えるだけなのでその場で絶対やりきってください。今日100個覚えるなら100個とも覚えられた状態にするっていう風に、できなかったものをほったらかしにしないっていうのがもう一つのポイントになります。この2つを特に意識して英単語の勉強をやってみてください。英単語の覚え方の補足になるんですが、使う単語帳もものすごく重要になります。必ず自分のレベルに合った単語帳を使ってください。中学レベルが大丈夫って人でも大学受験のかなり発展的な専門の単語帳とかも売ってたりするので、いきなりそういうのやるんじゃなくて標準的なレベルのものから始めてほしいなと思います。特に単語帳の中見た時に品質度順になってるものが好ましいなと思います。例えばシステム英単語とか、例えばターゲット1900とか、よく出る単語っていうのを順番に並べてて、ここまでが基礎レベルだよ、ここまで標準レベルだよ、ここまで発展レベルだよっていう風にレベルで区切られているものが順番に仕上げやすいのでおすすめになります。文章の中で覚える単語帳とか例文の中で覚える単語帳っていうと、どうしてもある程度の長文読解力とか構文とか解釈の力っていうのが必要になってくるので、あまりおすすめしないです。基礎から順番に学べる単語帳を使ってください。次は英熟語の覚え方について話していきたいと思います。基礎的な英単語を覚え終わってから英熟語の勉強を開始してください。武田塾では大学ごとにレベルを分けてて、日大レベル、マーチレベル、早慶レベルとか、マーチレベルが国公立だったら地方国公立レベル、早慶レベルが国公立だったら東大レベルっていう風にレベルが分かれてるんですけど、その日大レベル、基礎的な英単語が覚え終わったら英熟語の暗記を開始してください。例えばシステム英単語っていう単語帳だったら1200番までが基礎レベルっていう風な形になってるので、それを覚え終わったら熟語の暗記に移るっていうイメージです。英熟語は単語と同じ要領で覚えてください。覚えやすくするコツとしては、何かメインの動詞とそこに前置詞がくっつく形の熟語っていうのが多いので、前置詞のイメージみたいなものを捉えておくと覚えやすくなります。基本的には機械的に英単語と同じように覚えていくってやり方が一番スムーズかなとは思うので、自分に合ったやり方を見つけて覚えていってください。先ほど話したように知らなかった熟語を印をつけてまとめておく、一気に全部覚えるんじゃなくて10個ずつ小分けにして覚えていく、で最後に全体の復習をする、このステップを守ってやっていただけたらと思います。次のテーマは英文法の勉強法です。英語の文のルールを学ぶのが英文法なので、これを知らずにいきなりね長文とかなかなか難しいです。なので英文法も完璧に押さえた上で次の勉強に移れるよう頑張りましょう。英文法には大きく分けて勉強が2段階あります。1つ目は理解の段階で、もう1つが問題演習の段階です。この理解の段階っていうのは、英文法の各テーマについてしっかり理解してから問題演習に移りましょうという意味で理解の段階というふうに呼ばせていただきました。例えば理解っていうのは語文型とか不定詞、関係代名詞、仮定法など英文法の概念をまず理解して説明できるようにするっていう段階です。例えば参考書の具体名を挙げると、大岩の一番初めの英文法、超基礎文法編とか、
か、ひじりのゼロから英文法が面白いほどわかる本とか、そういった英文法の各テーマをわかりやすく教えてくれてる参考書が存在します。それを読んで、そこの語文系でこういうことなんだよ、関係代名詞でこういうことなんだよ、仮定法ってこういうことなんだよっていう風に各テーマを説明できるようになってください。この説明できるっていうのが一つ大事な基準で、きっちりそのテーマの内容を理解していることの証明になります。ちゃんと読んで理解していることは人に説明できるはず、あやふやな知識っていうのは人に説明できないはず。なので武田塾ではこの説明するということをかなり重きを置いて見ていってます。まず理解の段階では、今挙げたような参考書を使って各英文法のテーマ概念を説明できるようにしていってください。で、問題もね、今挙げたような参考書にはついてるんですけど、この問題はあくまでおまけです。解けて当たり前みたいな位置づけで、問題が解けたからイコール大丈夫ってわけではないと思ってます。今言ったようにテーマを説明することができる状態になるまで読み込んでやっていってください。特におすすめの勉強法は1ページごとに説明するっていうやり方です。例えば大岩の一番初めの英文法のこのページを頑張って説明できるようにするぞと思ったら、まず読んで閉じて説明できるか練習する。で、説明できたらこのページはクリア、次のページに進むっていう風に1ページずつ説明できるかどうかを訓練してみてください。人は説明しなきゃいけないって思って頭の中でイメージすると自然と理解は深まります。ただなんとなく文字をね、読んでるだけだと頭の中に記憶に全く残らないようなやり方になってしまうので、その点は要注意です。あと理解についての補足なんですが、特に句とか説とか語文系 SVOC っていう部分については、これから英文解釈とか長文読解でも関わるものすごく重要なテーマになります。今挙げた参考書にもかなり詳しく載ってるので、その理解が曖昧なまま先に進まないように注意をしてください。次に問題演習について話をしていきます。この問題演習の段階では実際に問題を解いていきながら文法の理解を深める段階となっています。例えば有名な参考書だとネクステージとかヴィンテージとかスクランブルとか、あと最近の本だと英文法ポラリスの1とか、そういうような参考書のことを指します。英文法の4択の問題集を使って解いていくっていう段階になります。あと英文法どうしても覚えないといけない表現とかがたくさんあるんですよね。それをこの問題演習の期間にしっかり一つ一つ暗記していくことによって、文法の問題とかこの先の長文演習で使えるようになります。この段階の注意点は、なんとなくや雰囲気で解かないってことですね。一問一問理由付きで正解のプロセスまで説明できるようになって初めてクリアだよっていう風に思っておいてください。例えば4択の問題だと、僕も最初ね勉強法失敗しちゃったんですけど、この問題2番っぽいな、2番を選んだで、たまたま正解してた、よっしゃラッキー当たってる大丈夫っていう風に思っちゃう子がいるんですけど、それは危険です。必ず一問一問この問題はこういう理由で答えが2番になるっていう風にちゃんと理由付きで説明できるようになるまでやってください。今挙げた参考書どれも解説が詳しい本になってるので、その解説の通りに説明できるまでやりましょう。例えば例を挙げると、問題があって1番が現在形、2番過去形、3番過去完了形、4番現在進行形だとします。で、この文章の中に yesterday っていう過去を表す表現がありました。じゃあこの問題は2番の過去形が正解です。理由は yesterday っていう風に過去を表す表現があるからですっていう風に、正解プラス理由がちゃんと説明できてたら、その問題について分かってるじゃないですか。多少形が変わったりしても解けると思いますし、そういう過去形に関することを長文で出てきても理解しながら読めると思うんですね。ただこれがなんとなく解けただけ、答えは当たるけど理屈まで分かってないって状態だと、文法の問題も解けないし、長文でもその知識って活かせないですよね。なんで理由付きで正解のプロセスまで含めて答えが言えるようになるってことを目標に、英文法の問題演習頑張って進めてください。ここからは追加で必要があればなんですが、英文法をテーマごとに区切ってないごちゃ混ぜにした問題集っていうのも存在するんですよね。例えば関先生の英文法ポナリスファイナル演習とか、英文法ファイナル問題集っていう参考書がそれに当たります。例えば今言ったネクステージ、ヴィンテージ、スクランブルとかね、英文法ポラリスとかだとね、テーマごとに並んでるから、不定詞の章だから to が答えでしょ、動名詞の章だから ing についてるのが答えでしょっていう風にある程度予想がついたりします。でもそれだと本当に文法が理解してるのかどうかはわからないです。なので英文法の問題がごちゃ混ぜになってるものを解いてもらうと、正確にもともと今までやってた文法の問題集が身についてるのかどうかっていうのが見えてきます。なのでもし時間に余裕がある場合は、そういった参考書も追加すると自分の実力が見えてくるかなと思います。で、今挙げた文法の問題集の選び方もものすごく重要で、大きく分けて分厚い系の参考書と薄い系の参考書があります。分厚い系っていうのは学校で配られる市販の文法の問題集ですね。例えばネクステージ、ヴィンテージ、スクランブル、アップグレードとか、そういったものになります。薄い系のもので言うと英文法ポラリス1とか、そういうどちらかというと問題の量を凝縮した参考書がそれに当たります。これは学年と志望校に応じて使い分けるべきっていう考え方です。例えば国公立志望、共通テストでしか英語を使いません。
ませんっていう受験生であれば、共通テストって英文法の問題今出題されてないんですよね。なので最低限の長文を読むための文法の力があれば大丈夫だよっていうことで、英文ポラリス1を使えばいいと思います。であと高1高2生なんかはいきなりこうネクステージやヴィンテージのような受験のマニアックな問題にも含まれるような文法事項も載ってる参考書なので、いきなりネクステージヴィンテージ入ってしまうとものすごい時間かかってしまって、なかなか先に進めないっていうような状況になってしまうので、そういう場合も英文法ポラリス1のような薄い文法の参考書から始めるのがいいと思います。最終到達点の話をすると、早稲田や慶応、マーチといった私立の難関大は細かな英文法の問題を出すことが多いです。なので最終的には英文法ポラリス1では対応できなくて、ネクステージやヴィンテージといったいわゆる一般的な文法の問題集を繰り返し仕上げていく必要があります。なので最初は英文法ポラリス1でスタートしてもいいんだけど、最終的にはネクステージやヴィンテージのような分厚い系の文法の本も固める必要があるってことを覚えておいてください。あとは追加で言うと、ネクステージ、ヴィンテージ、スクランブルといった文法の本にはいくつかテーマがあります。絶対みんなにやってほしいのは文法っていう章と語法っていう章をやってほしいです。それ以外の語彙やイディオム、アクセントなんかは別の本でも十分対策できますし、この本のメインとするところではないので、文法語法のところを固めましょう。ここまでが英文法の参考書のやり方でした。文法には理解と問題演習の2段階があるよっていう話をしました。理解のところでは書いてある内容を説明できるまでやり込むっていうこと。問題演習の段階では一問一問正解までのプロセスを理由付きで言えるようにするということ、この2つが大事でした。ここを徹底して文法の勉強を頑張ってください。次のテーマが英文解釈についてです。ここまで英単語の暗記と英熟語の暗記と英文法の勉強やってきました。すぐ長文に入るかと思いきや、ここで英文解釈を一回挟みましょうっていうのが武田塾の勉強法になってます。そもそも英文解釈って何なのかっていうと、皆さん学校の授業とかで SVOC を振ろうねとかって聞いたことありますかね。そう、 SVOC とか構文を振るっていうのが英文解釈の勉強になります。英文解釈っていうのは英語を日本語に訳す前に SVOC を振ったり、名詞や形容詞、副詞の塊に分けたりして英語を訳しやすくする、整理する段階のことを英文解釈というふうに呼びます。なのでいきなり英語の長文を読むんじゃなくて、まずは一文一文 SVOC や名詞、形容詞、副詞の塊に分けながら訳す準備をしていく、で訳す練習をしていく、この段階をちゃんと挟むことによって文章を正確に読むことができるようになります。なので雰囲気でなんとなくいきなり長文読んでも読めるって子はいるんですけど、まず正確に読むための訓練が英文解釈だよっていう話。あと正確に英文解釈できるようにならないと英語の長文の問題は解けないです。例えば英語の長文の中に空欄があって、この空欄に入るのは内容は全部一緒なんだけど、名詞ですか、形容詞ですか、副詞ですかとかね、その役割をちゃんと知っていないと解けない問題とかも私立大学、国公立問わず多いです。なので英文解釈でちゃんと英語のルールにのっとって正確に訳すことができるよう練習をしていきましょう。英文解釈の目的は一文を正確に訳せるようにするためにやるものです。英文の読み方を学び、学んだ解釈を長文で活かせるようになりましょう。ただまだピンときてない人もいると思うので、ざっとお例に話していきたいと思います。皆さん模試とかで英語の長文を読むと、ざっとって言葉よく出てきますよね。で英文法の勉強した人ならわかると思うんですけど、ざっとっていろんな使い方がありますよね。例えば指示語のざっと、関係代名詞のざっととかね、名詞節を作るざっととかね、同格のざっととか、まだまだ例を挙げればいっぱいあります。これから長文を読むときに、このざっとはこういう役割だからこう訳すとかっていう風に識別して文章を訳したり読んだりする必要がありますよね。そのルールを学ぶのが英文解釈の段階です。なので使ってほしい参考書としては、肘井の読解のための英文法必修編とか、入門英文解釈の技術70とか、基本はここだとかね、いろんな英文解釈の参考書があります。どの参考書にもこういう時はこのざっとは関係代名詞になるよ、こういう時はこのざっとは同格になるよとか、訳すための判断の基準っていうのが全部説明されています。なのでそういうことをちゃんと理解しながら、あ、こういう時はこのざっとこう訳すんだな、こういう風に構文取っていくんだなっていうのを学んでいくことによって、長文を読む下準備になります。英文解釈の勉強するときはそのあたりを意識してください。で英文解釈の勉強の注意点を話します。間違った英文解釈の例として、訳の暗記をしちゃう生徒がいます。英文解釈って大体どの参考書も共通してるんですけど、例文があります。例文例題みたいなものがあります。でその例文例題の解説があります。最後下に日本語訳和訳が書いてあります。で本当は大事なのはこの真ん中に書いてある考え方の部分なんですね。この例題をどういう風に考えて SVOC や名詞の塊、形容詞の塊とか分けて日本語訳に起こしていくんですけど、結果しか見てない、この結果が日本語訳の部分なんですが、ここしか見てない受験生がすごく多いです。なんで訳せればいいんでしょ、で訳が合ってたら OK みたいな形で、その過程のプロセスを
を無視してやっちゃう子がいます。いきなり英文解釈できない子も訳を覚えたら英文解釈ができた気になってる、そういう方も多いです。それは気をつけましょう。ダメです。英文解釈の力つかないです。今言ったように長文を読めるようにすることが英文解釈の目的なので、載ってる訳を覚えても最終的には長文読めるようにならないですよね。その参考書のその文は訳せるかもしれないけど、長文に使えないやり方になったら意味がないです。なので訳の暗記は NG だよと、ちゃんとそのプロセスを理解しながら訳せるようになってくださいねっていうのがポイントになります。あと間違った例としては、頭の中でなんとなく訳せたらそれで OK でしょってしちゃってる受験生の子もいます。それもダメです。ちゃんと自分で実際にノートとか紙とかに書いてみて、自分の言葉でできるかどうかを確認してください。頭の中で雰囲気こんな感じの訳になるっていう状態で自分の中でできてるっていう風に判断しちゃうと、それも実際の長文に読めることには繋がらないです。大きな差があります。自分で言葉でちゃんと訳として書けるのと、頭の中でこんな訳かなっていうのではすごく差があるので、ちゃんと日本語で正確に書けるようになるまでトレーニングをしてください。あと注意点としては、英文解釈の参考書の中には日本語訳のところがかなり違訳になってる参考書とかもあったりします。違訳じゃなくて直訳で大丈夫なので、元の例題を SVOC 振ったり名詞形容詞副詞の塊分けたりして、そのまま直訳ができるようにすることを第一目標としてください。ここまでが英文解釈のお話でした。ポイントとなるのは、長文で活かすための英文解釈のやり方を学びましょうっていうところです。例えばこういう SVOC になった判断のポイントとかね、こういう訳になったポイントみたいなものをしっかり学びながら、プロセス説明できるようになるまで参考書を読み込んでください。これが長文を読むための土台になります。ここの段階をおろそかにしてしまうと長文が読めなくなってしまうので気をつけましょう。次に話すのが英語の長文の勉強法です。ここまで武田塾のやり方だと基礎から固めて積み上げていって最終ゴールが長文になりますよね。だからまず最初英単語や英文法の基礎固めをして、英文解釈で一文をきっちり読めるようにして、いよいよ長文に挑んでいきます。ここでも気をつけないといけない勉強法がいっぱいあるので順番に話していきたいなと思います。まず長文の参考書選びについてなんですが、優しい長文から徐々に難易度を上げていくってことをしてください。いきなりレベルの高い長文から始めてしまうと、複雑な構文とかね、難しい単語とかがたくさん登場するので、いきなりはなかなか読めないだろうと思います。優しい長文から徐々にレベルを上げていくってことを意識してください。レベルだけじゃなくて、最初やる参考書は回答解説が詳しいもの、長文の本文に全て SVOC や名詞の塊、形容詞の塊など役割が振ってあるものを使うようにしてください。最初ね、 SVOC 振ってない参考書とかをやっちゃうと、自分の読み方が合ってるのか間違ってるのか分からなくなってしまうので、必ずそういう参考書を使うようにしてください。例を挙げると、関先生のねザ・ルールズのシリーズだったり、肘井先生のソリューションシリーズだったり、あとねレベル別英語長文問題集とかハイパートレーニングとかもそれにあたります。 SVOC 解説が揃ってるものを使うようにするってことだけ覚えておいてください。いきなり時間制限とかスピードを意識する受験生の子もいるんですけど、まずはゆっくり正確に訳すことができるようになるっていうのを目標にしてください。これが第一目標です。訳すことができれば内容も理解できて問題も取れるようになります。なのでまずはゆっくり読むことを第一目標としましょう。英語の長文はもう全部のこれまでの勉強の集大成だと思ってください。例えば単語帳完璧にして、熟語帳も覚え、英文法の本もマスターして、英文解釈の本も一文一文訳せるようにしてきましたと。そしたら英語の長文の本も分かんない単語ないし、分かんない熟語もないし、出てくる文法事項全部分かるし、 SVOC も全部触れるような状態になってるはずだ。そしたら読めないはずがないですよね。だから英語の長文の勉強っていうのは今まで培ってきた基礎力を試す場所だよっていうふうに思っておいてください。いきなり長文につまずくことなく、もう基礎固めたらスラスラ長文読めてますっていう子もいます。一方でもしかしたら今までの基礎が甘かった子はその長文の勉強でつまずいたりもします。なので英語の長文の勉強で一番大事なのは振り返り力ですね。長文が読めなかったり解けなかったりした時に、何が原因で読めなかったのか、何が原因でこの問題解けなかったのか、一個一個振り返っていくことがものすごく重要で、何かしらの基礎に原因があるはずなので、それをちゃんと潰すイメージで長文の復習に特に時間をかけてほしいなと思います。じゃあ具体的な長文のやり方を説明しますね。まずはゆっくり読んでみて、普通に問題を順番に解いてみてください。例えばこの時に知らない単語と出会ったり、訳や構文がうまくいかなかったものに印をつけておくと復習が楽だと思います。分かんない単語とかにね、印つけておくと、あ、これ実際に出てきた単語で今まで本当は覚えてたはずなのに分かんなかったんだとか、そしたらちゃんと単語復習しなきゃなとかってね、復習のきっかけになると思うので、分からなかった単語やうまく訳せなかった文とかは印をつけておいてください。で、まあ実際問題を解きますと、でその後採点をして、今度は本文をコピーして SVOC と名
名詞、形容詞、副詞3種類の括弧と就職の矢印を振る練習をしてください。このあたりは英語長文ザルールズシリーズとか英語長文ソリューションシリーズとか今挙げた解説の詳しい長文の参考書に載ってます。でこれを真似して写すんじゃなくて自分で一回本文を見ながら今までの英文解釈の知識を総動員して SVOC や名詞形容詞副詞の括弧でその就職の矢印形容詞副詞は何にかかってるのかって矢印これをどん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 書き込んでいってください。書き込めたら解説に載ってる先生の SVOC 振りとチェックをして自分が大きくずれてるところはないかを見つけてずれてるところはなぜそうなるのかっていうのを確かめて正しく SVOC が全部振れるようになるまで訓練トレーニングをしてください。これができたら長文の問題の方の復習もしてください。長文のね内容一致問題なんかは国語の勉強現代文の勉強に近い部分もあります。文章を読んで正解の選択肢選んでくださいって話なんですけど必ずね根拠はね本文中のどっかに書いてあるはずなんですよ。それを適当に選んじゃうとやっぱりどうしても正解しなくて本文中のじゃあ16行目に根拠となる文があるから答えはこの答えになるよねっていう風にこれも一緒です。理屈付きでちゃんとプロセスまで含めて正解できるように復習をしてもらえたらと思います。あと長文の勉強する上で大事な考え方として武田塾では英語の長文には5つの壁があるよって話をしてます。1つ目が単語熟語語彙の壁、2つ目は文法構文の壁、3つ目は内容理解の壁、4つ目は問題の壁、5つ目はスピードの壁。この5つの壁があるとしてて英語の長文で苦しんでる人はこの5つの壁のどこかでつまずいてると思うんです。例えばわからない単語が多くて長文読めなくて苦しんでるんだとしたら語彙の壁だし、ざっとがわかんなくて苦しんでるとかね、あずがわからなくて苦しんでるとか、 SVOC 触れなくて苦しんでるってなったら文法や構文の壁なんです。こういう風に基礎事項でつまずいてる人はそういうところに壁がありますよと。だから単語や熟語の復習だったり文法構文の復習が長文に入った時に必要だよねってなる人も多いです。なんでその必要だよねっていう風に分析した人はちゃんと復習をしましょう。長文の参考書やりながら基礎抜けてるなって思ったらそのタイミングでちゃんと戻るってことも必要です。であと内容理解の壁っていうのを3つ目に挙げたんでその点についても話をしておくと、よく単語を目で追うだけシンドロームになっちゃう受験生の子がいます。長文読んでるとこれ何かっていうと英語の長文読みながら単語を目で追うだけで内容が全然頭に入ってきてないっていうこのことを言ってるんですよ。僕も昔そうだったんですけど SVOC を振るのに必死でこの and はこれとこれをつないでる、あこの that は名詞の塊になって SVOC でわーって SVOC 振るの必死になって最後になった時に結局この長文の内容って何だったんだろうみたいな、頭に何も全く入ってきてないみたいな状態に正直僕もなっちゃってました。これからね長文読む人ももしかしたらそういう状態になるかもしれないです。なんでその時におすすめしてるのが段落一言メモ作戦っていうのをおすすめしてて、これ練習だからできることなんですけど、一段落文章を読んで10秒休憩する、その間にこの段落の内容を思い出してその内容をメモする、で2段落目読んで2段落目読み終わったら10秒休憩する、でこの段落の内容を思い出してメモする。こういう風に例えば1段落目は日本の自動車の話、2段落目はアメリカの自動車業界の話、3段落目は世界のこれからの自動車業界の予想みたいなね、こういう風に各トピックのテーマをちゃんと一言メモ残すことができたら頭の中に内容って入ってるじゃないですか。こうやって内容を理解しながら順番に読んでいくと長文の内容も理解しやすいです。当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、 SVOC 振るのに必死になってしまったり、長文に書いてある目標時間みたいなのを意識しすぎて内容を理解しないまま次々単語を目で追っちゃったりする受験生って意外と多いので、段落ごとに内容を振り返る癖をつけるっていうのはこの段階でちゃんとね培っておいてほしいなと思ってます。4つ目のね問題の壁っていうのは今話したように一問一問、内容一致問題なら本文に答えが書いてあります。ちゃんと本文の根拠を確認して問題を解くっていうことをやってください。適当にね解いちゃうことが多いんですよ。共通テストとかだとねマークの問題なんで大体これでしょうみたいな感じでね勘で解いちゃったり雰囲気で解いちゃったりすることが多いので、ちゃんと一問一問確認する癖をつけてください。ちゃんとこれ本文に書いてあったかなって確認して、やっぱ書いてあったよね、じゃあこの問題の答えはこれになるよねっていう風に照らし合わせながら解く癖をつけないと正確に正答できるようにはならないです。最後スピードの壁っていうのは音読がものすごく重要になります。音読についてはこの後詳しく話していきます。このように英語の長文のポイントっていうのは武田塾の勉強法の場合、まず最初に基礎を固めました。基礎を固めた上で長文の勉強に入ります。なんで基礎が完璧だったら長文はスラスラ読めるはず。つまずいてるということは基礎に問題がある。この振り返り力を身につけるのが大事だよっていうお話でした。そのためには今話した英語長文5つの壁を照らし合わせて、読めないならば何が原因で読めないのかを探る必要があるよと。これを長文の勉強の中で自分自身に対してしっかりやってほしいなと思ってます。そのためにはしっかり長文の読んだ後の復習ですね、これをちゃんとやらないと読みっぱなし解きっぱなしだと自分の何がまずいのかっていうのが見えてこないです。なので先ほど話したように実際長文まずやってみて、その後 SVOC とかね名詞形容詞副詞3種類の括弧とかね就職の矢印とか自分でまずやってみて、回答解説と照らし合わせて正し
しく読めてるのかどうかっていうのをまず見ていく。で、S 拍子甘いな、構文甘いなと思ったら構文の復習をする。こういうふうに、ちゃんと長文の復習をしていく作業が必須です。なのでね、英語の長文は最初やることよりも復習に時間をかけて取り組んでほしい分野なので、その点は注意して取り組んでください。次のテーマは、音読についてです。英語の長文のスピードを上げるのは音読だって話しましたよね。これは言語学の業界では有名な話なんですが、人間の脳は音読するスピードで文字を認識するっていうお話があります。これ皆さん聞いたことありますか？例えば英語の長文も目でバーって追うだけだったらいくらでも早くできるじゃないですか。でもそれって頭に内容が入ってきてないんですよ。で、音読するぐらいのスピードで文字として人間の脳は処理できるらしいんですね。実際英語の長文読むの苦手な人とかはものすごく長文の時つっかえます。ゆっくりでしか読めないです。でも英語の長文がちゃんと内容把握得意な人はスラスラ音読することもできます。音読と文字認識のスピードは一致してるんです。なんで音読をしっかり繰り返していくことによって文字認識のスピードを上げていきましょうっていう話なんです。で、あと音読は返り読みの防止にもなります。例えば日本語の語順と英語の語順って全然違いますよね。 I live in Tokyoっていう文があったとしたら、英語はこういう順番じゃないですか。でも日本語だと私は東京に住んでますっていう風に戻りますよね。これを英語の順番で理解できるようになれば長文を読むスピードも上がるんです。この戻ってる時間が無駄だよって話ですね。だから I live in 東京だったら私住んでる東京にっていう風に前から順番に読むことができたら英語の長文も自然と読むのが早くなります。こういうもろもろの要素も含めて長文を早く読むために音読はものすごく有効だって話なんです。あともう一つはリスニングにも音読は役立ちます。リスニングも自分が実際に発音できる音じゃないと聞き取れないんですよね。だから何もなしで音読するんじゃなくて、武田塾では音声付き音読っていうのを必須というか推奨としてます。長文にも音声付きの長文の参考書って今増えてるんですよ。ソリューションシリーズとかザルールズのシリーズだったりとか、そういった長文の本には必ず音声というのが含まれてます。であとね、塾語でもね、速読英熟語っていう熟語帳があって CD が別売りなんですけど付いてます。そういう音声付きの長文っていうのを使って音読をしていってください。ただね、何もなしで音読しちゃうとスピードも人によってバラバラだし、発音も全然違ってたりしてあんまり意味なかったりもするので、目標が CD だよと、この CD のように音読できるようになろうっていうので、それを使って音読をしていきます。で、そこでやるのが武田塾流シャドーイングというか武田塾流音読になるんですけど、カエルの歌のイメージで音読をしていってください。皆さんカエルの歌ってなんか小学校の頃やりました？カエルの歌がって言ったら、それに続いてカエルの歌がって次のグループが言って臨床みたいな形で少し遅れて歌い出すみたいなことをやるじゃないですか。これをやるんです。武田塾でもまず CD が先にスタートします。 I live in Tokyo とかね。で、それに遅れてそれを真似して I live in Tokyoっていう風に追い読みをしていてください。これでシャドーイング、影を追いかけながら読むみたいなニュアンスなんですけど、本文を見ながらでいいので音声を聞いてその音声に遅れて読むっていう練習をしてください。で、最初からはなかなか難しいと思うので、途中途中止めながら、学校の英語の授業のようにリピートアフターミーじゃないですけど、音声を聞いて一旦止めて真似して読む、音声を聞いて一旦止めて真似して読む、そういうのをやりながら最終的にはシャドーイング、カエルの歌のように CD が流れてくるのを追いかけるように、読めるようになってください。このシャドーイングを1日30分目安に毎日続けていくことによって英語の理解力っていうのはかなり上がります。音読を練習を通して長文を左から右に読むのが当たり前になり、長文を読むスピードも実際上がってきます。で、そこで文法事項や構文のポイント、分からなかった英単語の復習も同時にできるので、英語を本当に叩き込んでいくようなイメージで自分に身につけていってもらえたらと思います。最終的に音読やシャドーイングを極めていくと CD なしで CD の速さで文章を訳せるようにしたい。で、今度は本文なしで CD の音声だけで実際にその文章を思い出しながら読んでみたりっていうことができるようになります。ここまで来たら本当にシャドーイング極めたなっていう段階ですね。なんでこういうシャドーイング、武田塾流音読を駆使して CD のようなスピードで文章を読めるようにしていき、速読力を上げていこうっていう狙いがあります。これ実際頑張る人と頑張らない人でものすごく差がつくところになるんですが、頑張った人はめちゃくちゃ成果出てます。ちょっとめんどくさがらずにね、音読も毎日この段階に入ったらやっていきましょう。ここまでが武田塾の英語の勉強法の全体像になります。もちろんまだまだね、英作文の勉強法とかリスニングの勉強法とか分野別問題の対策とかまだまだ話はあるんですが、それはまた次回にお話をさせていただきます。ここまではまず英語の長文を早く読めるようになるためという段階で英単語の覚え
い方、英熟語の勉強法、英文法の勉強法、英文解釈の勉強法で、英語の長文の勉強法と音読のやり方、全部話してきました。皆さんどうでしょう、できそうですか？この基礎から順番に固めていくっていうところと、答えの暗記とか訳の暗記じゃなくて、プロセスをちゃんと説明できるようにするっていうのが、英語の勉強法のね、全体を通して大事なことと言えるんじゃないかなと思います。長文に入ったら長文に入ったで、基礎ができてれば長文読めるはずなんで、長文読んだ時に基礎が抜けてたら読めないんで、何がまずいのかなっていうのを振り返りながら勉強することがポイントです。時間はこれでもねかかるんですが、武田塾の勉強法が最も最速の勉強法だと思うので、ぜひ皆さん真似して頑張ってください。英語もできるようになります。ちゃんとやればできるようになります。頑張って乗り越えましょう。応援してます。今回は以上です。